ヤシロ&小林のゲームツーリズムプレゼンテッドバイオトメイト。ゲームの世界を旅するゲームツーリズムを専門に取り扱う旅行代理店オトメイトラベルの社員である僕たちが、毎回オトメイトのゲーム作品を一つ取り上げ、ゲームをよく知らない人でも気軽にゲームの世界の旅を楽しめる見どころ紹介をしていく番組です。いやー、恐竜かなこれ。我こそは違うわ。ビムスから参り申した。武士ってそう感じだ。ヤシロのたくなり。いやよ、まあ、もうちょいね、セリフはありますもうちょいセリフ。腕に覚えのある者がいたらいいぞ、手合わせを願いたいな。いいぞ。誰かいないもんかな。いやいやぬぬ音にこそ聞け。え、近くば寄って目にも見よう。ん、我こそは、ん、おう、ん、さ、ん、わ、じ、む、しょ、ん、から参り申した。疲れちゃった。小林千秋なり。もういいですか、ね、何ですかこれ。台本でやってって我々なりの武士をね、それでは早速シリーズについて勉強していきましょう、はい、ビルシャの戦記源平氷河無双とは、はいはいはい、ということで、新たな源平合戦が今幕を開ける。物語の舞台は平家と源氏の命運を分けた、これ結構だからあるじゃないですか、源氏と平氏のその平氏の戦いとか。そうね、そうね、ほにゃららから15年後の予定、壇ノ浦の戦いとかじゃないですか。壇ノ浦の戦い、はい、正解は平治の乱でございます。そっちね。いや、分かってたもん今二択になってた、本当になってました、なってました、びっくりするでしょ。2分の1、ただの歴史の問題ですいや、びっくりしました僕も、平治の乱から15年。でもね、これがなんかでも途中までねありますけど、やっぱここまで見るとやっぱ歴史の勉強になるなって思ったんですよ。いや、そう、結構そういうのを知ってる人にとっては、うん、あ、ここ一緒なんだ、ここ史実通りなんだ、違うんだとか、逆に知らない人、あ、そっかそっか、なんか歴史でやったような気もするけど、はいはい、そっかそっかっていうちょっと勉強にもね、うん、なりますなります。学生の方はもちろんね、もう忘れちゃったよって方はこれで勉強もできる、はい、そんなところもねいいんですけども、はい、映画を極めた平家はこの世の春を謳歌し、敗れた源氏は没落の中にあった。かろうじて命を助けられ、源氏の御曹司シャナ王は鞍馬寺に預けられ修行の日々を送っていた。そんなシャナ王には誰にも知られてはならない秘密があった。実はホニャララだという重大な秘密。これ大事よ。これね、これ、ま、言ったらさっきのは歴史的にすごく重要なことで、これはこの物語ね、ビルシャナ戦記において、まずここは押さえとかなきゃいけないっていうところですね。まあ、もうタイトルビルシャナ戦記ですもんね。お、当てちゃう。実はお姫あだという重大な秘密が、ほぼほぼマジっすか、正解と言ってもいいんじゃないですか。ありがとうございます。実は女だという重大な秘密。ビルシャナ戦記、平家と源氏の覇権をかけた争いが描かれていますと、はいはい、そこで今回は僕たちが平家と源氏に分かれて、さまざまなテーマで討論合戦をしてみようというコーナーになっております。おお、英語で言うとディベート。ディベートってやつですね。1回3分で戦っていくんですが、平家と源氏どちらの討論が視聴者の心に響いたのか、
視聴者を視聴者アンケートで決定したいと思います。つまり判定するのは皆さんです。じゃあじゃんけんで勝った方が、はい、じゃあ平家で。すいませんね、ガチファンの方ね。ね、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ僕が勝ったんで、八代が平家。僕が源氏で。はい。こちら。住むなら都会おは地方。なるほどね。これね、結構ね、言われてる、ディベートされてるんじゃないかなと思うんですけど、住むならね、住むならですよ。いやー、これは千秋はどっち派なのさ。僕都会派です。おお、都会派。はい、なるほど。え、今僕がね、その手札選択したから僕から選ばせていただきましたけど、たくさんから選んだとしてたら地方で選んでました。都会かい。いやだから、あ、そっちが選ぶんだと思って。あ、僕が、うん、あ、意外でした。なんか そのお題を選んだ時点で、選ぶ人って地方派な、勝手な、あ、かなって。ちょっとすみません、僕バリバリ都会。都会派ですか、わかりました。じゃあ僕は地方派ですね。ゲムツム源平合戦、海鮮じゃー。なに、都会なの。いや都会ですね。だって都会って、うん、まず、うん、すぐもう10メートル間隔にコンビニありません？ああ、まあ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 。だってコンビニ10メートル間隔、まあまあまあ、そんなに近くわかんないけど。でも場所にもよりますけど、ね、でも大体のもう、うん、その東京都内の駅だったら、うん、もう最寄りにね、コンビニなんてスーパーとかってあって当然みたいな感覚じゃないですか、うん、23区内とかだったら、うんうん、だって田舎どうするんですか。よし、お腹減ったら夜中、あ、やべえ、で家ね、今日休日何にもしてなくて、うん、まあ、なんか買ってあるからいいやって思ってたらどうします。あのね、まずね、考え方が、どこ、あなたがどこ出身、どこ住みなのか存じ上げませんが、おうおう地方民としてはで言わせていただきますけれども、町民、そもそも、はい、あの買い物に行ってフラッと買って、なんか今その時欲しいものをフラッと買って帰るなんて文化はございません。はいはい、文化がございません。そもそも一家に確実に1台車があって、それで家族みんなで大型のスーパーに出かけますそしてもうそこで大量の食料を買い込んで、あ、ほぼあの動物が冬眠する時と一緒です買い出しに行って、はいはい、それをもう買い込むので、そのしょっちゅう行かないってことですか。そうですよ。 あとですね、はい、あ、都会にはないか。都会にはないのかな。あるよ、ご近所付き合いっていうものがございましてですね隣の、いやいやいや、はいはい、隣のおばちゃんが余った肉じゃがだの、はい、分けてくれます。食料は大丈夫です。いやでも、だ、そん、まあまあ田舎だからなのかななんかそのやっぱ都会でやっぱ隣の人から作ってもらったもらう、うん、作ってもらったものをもらうって怖いですよ。都会はね、怖いよね。いやいや、田舎も一緒だから。都会怖いよね。あの地方は基本的に優しさが歩いてます優しさが歩いて、優しさと温かみが歩いてるようなもんなんで。いや都会も高いよ。いやいや、地方は高いよ。なんかもう偉そうです、都会の人は。なんかいやいや、田舎の人、我ここに住むぞみたいな。怖い、私は地方に住まわせていただきます。閉鎖された空間にいるっていうのは怖いです。もうそこで問題起こしたら終わり。なんか気温はあったか、あー終わっちゃった。まだまだ伝えきれてないわ、地方の良さを。第一戦の結果を発表したいと思います。こちら、あー、八代 38%、 小林 62% ということで源氏の勝利。でも嘘、思ったよりいい勝負でしたけどね。じゃあテーマ発表しますね、はい、人類永遠のテーマです、これは、はい、犬派、猫派。あー、これはね、確かに。なぜならどっちもいいから。確かにこれね、本当に、いや、100これみたいな人いないですもんね。どっちも好きっていう人も多いと思うし、はいはい、だからもう本当にどっちかといえばみたいな感じですもんね。これだからいいところ合戦です。いいところ合戦ですね。そうです。より相手より、まあ、猫ちゃんワンちゃんのいいところを言えるか。僕はこれ、あの、選んだ方が選んでいいんですよね、これね。まあもちろん、どちらかね。犬派でいきます。いや僕いいです、全然猫派。それでは第2戦いきたいと思います、はい、ゲムツム源平合戦、海鮮。パーン。いやだって、うん、猫は、うん、もう忙しい時とかに、うん、もう散歩に
行く必要がなく、うん、ずっと一緒にいてくれるんですよ。わかる、わかるよ、うん、言いたいことわかんの。わかる。猫は俺がいなくても生きていける。俺なんかいらない。なんなら猫俺より賢いもん。でもね、犬は、いやまあ犬にもよるよ、犬にもよるけど、はいはい、まあ総合的なイメージの話ね、うん、もうね、もうアホの子ばっかり。もう犬は、おもう犬っていつ見ても、僕ですかみたいな感じでしょ。あれが可愛いって、可愛いって。いや、それはもうシンプルにたくさんがこれまで会ってきた、僕のこと、ここが僕の家ですか。そんなアホじゃないですよ、犬。外で遊んでいいんですかみたいな。まあだから、その天真爛漫というかね。そう、コロコロ、あ、こいつは俺がいねえと生きていけねえんだよ。いやいや、お前もう可愛いな。そういう意味で言えば、うん、猫の方が生きていけないんですよ。え、なんで。だって犬は、うん、もう言っても、やっぱ散歩行ってもワン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 戦うじゃないですか、うん、もう猫なんて温室育ちの温室育ちですから、うんうん、もう引っ越せないですよ、もう猫ちゃん飼ったら。で、あ、それはね、違います。一面ですよ、それは。一面、もう犬なんて、あの、ワンワンワンってやった後に、もう後で心臓バックバックなんですから。あ、そのギャップね。大丈夫だったかな、さっきの、みたいな、はいはいはい、猫はもう、あ、何かしら。え、でもそれがいいじゃないですか、その何かしらって言ってるじゃないですか。そのご飯もね、僕が与えないといけない、うん、で、何にも、だからといって見返りくれない、うん、けど、ふと、ってなった時とかに、うん、ふって寄ってくるんですよ。確かにね。それは確かにね。そのな、やっぱツンデレというか、うんうん、このメリハリに対して、うん、まあ犬もわかるんですよ、可愛いのは。ずっとご主人、ご主人っていうのはすごい可愛い、可愛いんですけど、やっぱ、うん、ずっと来られると、うん、まあ、もちろんしんどい朝の時とかもあるじゃないですか、うん、そのおかげで元気になれる時もあるけど、猫はもう、じゃあそういうしんどい思い出が俺と犬と育むのよ。いやいや、そんなこと言ったら猫ちゃんと僕との信頼関係すごいよって。猫ちゃんは結局もう俺が飼われてんのか猫を飼ってんのか分かんなくなってくる。いや、でもそれでいいんですよ。それでいいの。人は猫より下にいてもいいんです。猫様になるんです。違う、なんかそれだと、なんか、でもその尽くしてくれることによって、すごいそっけなかったのが、この帰ってきた時にタタタタタタッ、そんな生き方俺は教えてない。いや、それはもう教えてください。やっぱりね、なんかこう、あとワンちゃんはこのワンワンって吠えるじゃないですか、うん、やっぱ声ビクってたまにしちゃうんですよ、うん、でも猫ちゃんたまにあんまり鳴かないじゃないですか、うん、でもたまに喋った時に、あ、どうしたのってこう、たまに喋るから、ちょっと、あ、ちょっと声聞きたくなるみたいな。いや、でも我々声優だから、やっぱ犬よりも喋ってるし。職業もう喋る、これ喋られることに関して犬より、あ、終わりましたか。いや、これどうですか、これどうですか、ディベーティング。これ今回の戦は八代 54% 千秋 46% でわずかな差ですが、犬派の勝利、平家の勝利。あぶね。じゃあ最後はこちら。旅行は計画を立てる派、行き当たりばったり派ですね。これは分かれるよね。ね、うん、これは、千秋はどっち。僕はね、うん、昔はちょいちょい計画立てたりしてたんですけど、うん、今ね、行き当たりばったり派なんですよね。おー、うん、ディベートはどっちにしますか。だから行き当たりばったり派で。なるほど、分かりました。僕じゃあ計画通りです。計画通りです。分かりました。ゲムツム源平合戦海鮮。もうダメよ、行き当たりばったりじゃ。なじゃあ良さを教えてください。良さっていうか、計画通りがもう当たり前すぎて、あのね、あ、行き当たりばったりってなんかよく言うんですよ、みんな。なんか行き当たりばったりで言ったら、なんか一期一会の出会いがある。一期一会の出会い、別に計画通りでもあるし、なんなら計画を立てといて、別に、あ、でもこれしたいねってなったら、そこで計画を変えればいいし、行き当たりばったりって結局何もできずに終わります。はい、以上です。いやいやいや、ありがとうございました。いや、僕最初に言ったじゃないですか、最初、僕最初旅行とかしてて、うん、計画通りしてたんですけど。あ、言ってたね、はい、うん、でも、うん、計画通りって結局誰と行こうとか言ってた時に、うん、じゃあここ行ってからこうしてここ行こうか、うん、っていうのを共有するんですよ、うん、もう全部ゲームで言ったらラスボスまで全部分かってゲームやるようなもんなんですよ、うん、ほぼ、うんうん、体感はしますよ、それは、うん、何々行ってどこどこの店入ってっていうのは、うんうん、でももうそんなの書いてあるんです全部、うんうん、
だ書いてあるところに行っちゃうとで有名なところに行くでしょ、うん、でそれってなんかもう、うん、みんな行ってるところに混ざっちゃうから、うん、もうねあんまね珍しいことじゃないんですよね。だからオリジナリティみたいなところで言うと、うん、この行き当たりばったりで行くと、まあうん、人はともかく本当に、うん、あこんなうまい店ここの路地にあったの、まあまあね、とか、うん、あとはあこの裏行ってみたら、うん、こんな綺麗な滝あったんだとか、はいはいはい、計画通り寝るのが終わっちゃった一番白熱したんじゃないですか、ね、これは一緒ですよ。ちなみに僕は行き当たりばったり派です行き当たりばったり派かさあということで結果を見ていきましょう。結果どうなったんでしょうか。最終的にはヤシロ 77% 千秋 23% で平家の勝利やったぜ。こんなにあれじゃない、やっぱみんな計画ちゃんと立てるもともとね、うん、白黒の討論って難しいよね、意外と。むずいっすね、ね、まあ、だからその、うん、お題によりますよね。いやお題による、確かに有利不利が、うん、まあ猫派とか犬派だからそれこそ本当にね、そうそうそうそ う, そう、しかも今回は自分が好きな方の討論じゃない可能性もあったから、まあそうですね、でそう考えると面白いね。面白いですね、はい、皆さんも本当にあのたくさんの参加ありがとうございました。ありがとうございます。ということで以上ゲムツム源平合戦でした。ありがとうございました。